10時50分。おはようございます皆さん。バイバイバス。今日はですね、なんと駅からの 4. 点何キロをバス370円で、はい、ショートカットしまして、今日はここじゃん。赤目四十八滝のハイキング登山口までアプローチしてまいりました。今日はここからね、まあ、臨機応変にですね、とりあえず一般のコースをピストンしもうて、帰りにこのまた違うコースに入っていこうかなという、うん、あ、なんとね、いいものを印刷してきたんですよ。何言うてんのっていう人のために、ここ今ここですね、はい、ここがレギュラーコースなんですよ、はい、でこう行ってここまで行って帰ってきて、普通一般的にはここまで戻ってくるらしいんですが、ここでこのピンクのコースに入ってトレッキングコース、はい、でここ下山口まで行ってみようかなというプランであります。行ってみよう。はい、それでは今日も元気にいいよ。ありがとうございます。はい、行ってきます。行ってみよう。48滝全制覇。ほんまやね、48滝あるわけじゃない、21滝ぐらいちゃう、確かなんか21滝、うん、量産あるっちゅうだって。今日はね、なんかね、途中の水量も多く見えたんですよ、この川のね。だからあの雨が降らないと見えないという滝も見えるんではないかなというふうに思っております。はい、行ってみよう。行ってみよう。したよ、ここを境に、うん、なんか匂いもねパワースポット、なんかちょっと境界を越えたって感じするわ、うん、ここはもともとね、赤目の牛に乗ったお不動さんが現れたっていう伝説のもとね、うん、この赤目っていう地名になったよね。へえ。ジャンジャの水、うん、ジャンジャオオサンショウオさんだ。なんかかわいい。ちんやりしてる。なんかちょっと、あ、引用ではありませんやって。なんかちょっとテンション上がってきたわ、これ。どこよ。ジャンジャ。行ってみよう。はい。なんと入り口に、これ飲料水、名水百選だそうです。ここから、ペットボトルにいただきました。そしてここで入山料1人500円を支払います。なんと入れてくれるんですね、ありがとうございます。有料のところに入れてもらえるそうです。はいはらだそうです。もうあれもこっちな、崩れたよな。もう爆裂やん。
怖っ。あの水しぶきとかやばいですよ。レイジャー、あれがレイジャーだ。私その奥の水しぶきが気になってしょうがない。待って、順番や。怒られてた。目が横断なしで、ちょっとこの目良くなるらしいです。りゅうちゃんお目悪いんでね、ちょっとやめなさいよ、目時間触んのは。え、そうなの。赤目打って撫でる。あ、撫でるか。あ、そうだね。いや、もう最悪。こういうとこでもすごいもんね。うん、ここ目だ。どこやろ。あれ、ここ。もう全部が滝みたいやからよくわからない。まあその誤爆ではないんやろ。ちょっとなんか平和になってきましたね。ちょっとなんかね、水に圧倒されてね、こんな間近でこんなすごいっていう。で、大阪駅から1本で来れるんでね、まあ、時間はかかるけど。大阪駅から1本違いますよ、環状線と近鉄に乗った。あ、しまった。1本ちゃうかった。寝とったんだ。寝とった。あのめっちゃ上からもね水が出てんのよ、うん、つまりあの山頂からこうずーっとこの滴るように水がこう集まってね、下界に降りていってんねやで、ね、ほらほらすごい。
地上岩に到着です。ここで一回目のお手洗いですかね。はい、立派なお手洗いがあります。書いてあるんやけど、もうそれ以外の全てがすごすぎたな。もういやここに来るまでの方がなんか、まあ、確かにこの岩は立派よね。8畳分ぐらいありそうだね。もう全てがすごい、うん、大丈夫。いいよね。ひっそり滝。ひっそり滝やな、うん。ほんまこれはな、100滝ぐらいあるで。こんにちは。見ていただけますか。ありがとうございます。足で、あれ、仮病ですわ。ほぼ仮病ですわ。いや、いや、やっちゃいますよ、やっちゃいますよ。いや、もうほんまにね、次の行けろとして、走ってました。あ、どうぞどうぞ。大丈夫ですか、撮って。あ、全然大丈夫です。あ、よかったです。ご覧いただいてるらしいです。足、大丈夫ですかの声をいただきました。ありがとうございます。撮りましょうか、私が。これ、自撮り棒ありますよ。港、大阪市。あ、大阪市内。あ、はいはいはい。満然。満然。失礼します。失礼します。うわ、すごい。うわーすごーい。うわーここすごい。うわメガネがもうここに立ってるとね、すごい水しぶき。私こんな見たことないわ。見るというか、どうですか感想。寒いさっきまでバス停とか激アツやったのに、
もうミストを浴びまくってるから、この山から下ってきたミストを、すごい、ね、撤収足元つけるんですよ、はい、ちょっと大きい天井だ、しぶきが綺麗すぎてね、うん、いや普段はもっと水量が少なかったらね違う様相かもしれないけど、今日とにかくすごい、うん、このカップ、これはまたね味のある、ね、日本製で、ね、水の流れが織りなす芸術というかね、それにこの長年水しぶきで苔もしてるやん、この苔がまたね、なんとも言えん独特な味わいで、苔、うん、台無し あ、この名前って言ってるで、あ、確かに藤の花みたいやわ、へえ、すがり藤だ、うん、ねえ、藤の花の紫の花よ、ああいうふうに見えるよね、もう落差が大きいからな、こうやって美しいね、うまいネーミングやわ、暴れ8着や、全体は入ってませんから
ごい綺麗じゃない。なんかね、言葉にこっちも見てごらんよ、日当たってこんなに綺麗な橋があるのかと思った。ハハ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 。タワーやな。なんか全てが芸術的。こんなんすごくない？苔が全部この水しぶきをまとってさ、こんな風景見たことないで。じゃん、休憩します。ベンチと机がありました。あ、すんごいやんこ。おっしゃる、こんなとこ。近所のパン屋さんで買ってみました。あんぱん美味しいです。浜ヶ淵涼しいわ。卓上岩やん、ここ。
え？いやでも滝って書いてあるからあるんちゃう。ただちょろっとだけじゃん。水量が滝がある。滑らんように気が。ハハ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 
骸骨だった。見事だ。なんなんこれ。すごい綺麗。ただきよりも感動してる。音を聞いてるみたいやからかな。あ、冠水してるって言ってたけど、そんなひどくもなくね。うん、今日はすごいベストな日だったんじゃないかな。うん、まあ、私想像の15倍はすごかった。迫力あった。
断トツ滝が最後。はい。ゴール。ゴール。はい。引き返しましょう。はい。本来この水の流れの上にいるわけやん。だからね、すごい水のパワーを感じるのよ、ここにいるとこんな感じ。ここに戻ってこれたら行こうかって言ってたんですが、うん、だいぶ余裕残して戻ってこれたので、はい、この素晴らしいこちらの滝に別れをつけまして、はいはい、すごい流れですね、今見ても、うん、今から長坂山アタック行きたいと思います、はい、入山口です。行ってみよう。バス停まで見に行く。結構険しいじゃないですか。うん、割と段差が大きいよね。うん、割と段差が大きいです。そしてあの下の岩がすごいだけあって上の岩もすごい。ああ、いや、ずっとこんなんやで、これ。大トレみたいな。いや、よう整備されてるよ、でも。お、結構ね、これずっとこんなんだよ。割とタフです。船坂山へ向かってます。標高は580メートルぐらいなんで、結構ね、割とすぐなんだと。あ、じゃあこれ頭上注意。はい、思ったら結構ねタフであります。もうちょっとかな。え、また登らなあかんのか。まあちょっと、うん、木にうまく火が当たるようにすごい計画的に伐採してある。まあよう手入れしてあるな。いい道ですね。ん、いい道ですね。うん、こんなに綺麗に等間隔に伐採してあるの珍しいね。この案内に沿って進みます。さっきの滝の涼しさとは打って変わってかなり暑いです。うん、汗だく、汗だくやな。
時刻は1時56分、はい、3時間ほど経過しておりますね、はい、スタートから、はいはい、長坂山に向かっております、はい、この 150m 先に右側に入るところがあるそうです、はい、だいぶ降りてきてしまいました。むっちゃ親切。 B の1、 B になってる。おー、 B か。パノラマコース、へえ、うん、素敵。レッツだ B。 はい、ちゃうから。ああ、またこれきつい登りになりました。はい、ヒーコラやで、ヒーコラ。はい、ヒーコラ。でもね、土がね、すごいね、超えてる土でね、山も元気やからね、歩いてて気持ちがいいわ。痩せてない。ちょっと太っちょの純吉さん。え痩せてない。ほらおお、なんかでかい枝落ちてきたぞ今。B の2、2時10分 B の2。はい、パノラマコース中、どこがパノラマなのかはまださっぱりわかりません。一応尾根筋になってきたんかな。そうやな、うん、展望はないな。でも一個ももうちょっと行ったらあるはずやで。お、転落注意やって。うわ、すごい下見える。ちょっとあんま転落したらあかんで、うん、あ、すごい。あ、お土産屋さんがあったところらへんじゃん。大沢省吾。そう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 。え、すごーい。うわ、すごいわ。あ、向こうの方も見えるで、ほら。あ、ほんまや。こんな方になるんや。あ、すごい。時刻は14時16分。お、こわ。へー、わ、向こう見える見える、向こうの街が。伊勢湾かな、道路かな、うん、見えへんのかな。ちょっと滝は見えんな。滝はその真下も見えないよな。すごい音する。あ、でもあの岩肌がそれを彷彿とさせんな、あの辺が。向こうの町がすごい大きい町に見えるね。うん、来てよかったね、うん、いや、我々も迷わへんぐらいのちゃんとした山道やったよね。我々でも迷わんで、これなら。長坂山登頂タッチ。どこや。おー、かわいい。かわいい、なにこれ。山椒か。あのほら、トトロじゃないわ、なんか出てくるあのキャラやろ、名前出てこんわ。 584.7m です、 B の6。長坂山、こうやで、こう動けるんや。へえ、すごい、かわいい。へえ、やったね。あ、ぬかい山行ったっけ。行ったやろ。うん、どこ、どれ。あー、小口さんみたいなの見てるよ、真正面に。おーおーおー、登ったやろあれ。ほんまや、ほんまや。へえ、はい、2時42分おいえい、車道に出てきました。いやー、これ正直ね、下山道が長すぎてね、こんなに登ったんっていう感じの山でしたね。はい、いやー、無事ね、3時前に降りてこれて何よりでした。はい、船坂山でした。はい、長坂山、長坂山です、はい、長坂山、長坂山です。長坂山です。坂長いわ、確かにな。うん、いやー、今日はね、うん、滝がやっぱりね、うん、私いろんな滝をりゅうちゃんと一緒に見せてもらったけどね、うん、もう水へのなんかこう生命力みたいなのをすごく感じたね。こうしとしとしてる、うん、あの苔から滴る水の粒の美しさだとか、うん、こうゴーゴーと音を流れ立てて流れる様子だとか、うんうん、ちょっと疲れたらしいわ。いや、うん、あ、そう、このゴーゴーと流れる様子とか、普段口にする水がこういうと山からこうろ過された状態で美味しい水になって、こうやって生命をね、こう育んでくれてるんやなっていうね、なんか大自然の恐れみたいなのを感じたこの滝の旅でした。
リュウジさんはどうだったんでしょうか。あ、滝がね、もうすごかったね。滝すごかったよね。もうこんなすごい滝いっぱい見てええのっていうぐらいいろんな形の滝でね、吸い込まれてみたいって感じだったよな。え、もう怖怖怖怖怖そんなん絶対思わへん。いや、色もすごかったし、いや、とにかくすごかったです。で、帰りの長坂山は、うん、ちょっとトレーラーも楽しめつつね、うん、まあ、景色はうおーっていうほどのあれでは、あ、でもあそこが見えたのはちょっともうやったね、大山消防センターね、うん、うん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 、で、山あり谷ありの楽しい一日になりましたね、うん、はい、はい、駅までは、行きしなバス使ったんですが、歩いていこうということになっております。 4.6 キロここから、はい、あ、4.6 キロ、うん、はい、ベタ歩きしても1時間なんで楽しみながら歩きたいと思います。はい、なるほど。うん。教えて。どうかしてる。そんなちょっと太い忍者おらへん。おい。時刻は2時50分です。はい、駅まで歩く予定だったんですが、もう風呂入ってバス乗ろうかってことでね。軟弱。観光楽しもう。うん、なんか、由緒ありそうな。2時までだそうです。本当は、うん、今2時57分です。はい、1時間ほどで上がってくれるんならということで入れてもらいました、うん、お泊まりの方がもう入ってくるから、うん、あれなんですよね、うん、はい、あ、すごいよ、綺麗、うん、900円です、1人、はい、わあ、うん、政府認定らしい。泣いてたことも政府登録かなくてもらうかもう無理じゃないんだ。こっち行ってみようよ、うん、すごいね、めちゃ広いやん。あ、ここや、ほんじゃ待ち合わせするベンチやな、はい、じゃあ後でね、はい、これちょっと期待ないやな、はいはいはい。